あと2セットいくよ。あっさん、はい。さっきよりもさらに下まで。お腹に力入れて、背筋。
にお願いしますよ。首とかから力抜いてよ。オッケー。では膝の上ゆっくりローラー。ラストワンモアタイム。はい、1、2、3、もうちょっと下までゆっくり前、もうちょっと膝曲げよう、ナンプ頑張れ。はいはい、4、はい3、そのまま手膝の上、そのまんま顔だけ上げる、そのまま右からちょっと揺れる、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 つらい人無理しないでね。はい、じゃあそのまま手は膝の上でもっと伸ばそう。あ、1個、あ、2個、3か、そうそうそう、ラスト4、3、2、オッケーで、そのまま右だけです。右に止めてください。じゃあそのまま全部体右向きます。アキレス腱伸ばしてくださいね。ちょっとプレスです。はい、足の付け根も伸びてますか。5、6、はい、結構です。そのまま両方の手下行きましょう。そのまま手を下についてもう一度プレスダウン。そう、オッケー、4、3、2、そのまま左の膝を床につけてください。つま先リリース。はい、じゃあ両方の手を下に持っていきましょう。ぐーっと下に、伸びてますかね。はい、結構です。体を起こしましょう。はい、じゃあ左の膝をキューッと体の方に近づけて、そのままアップです。お尻が上です。上半身下ね。私ちょっと今日ここまでしか行かないですけど、もっと行く人はずーっと下まで。そう、はい、上半身ちょっと上げていきましょう。はい、じゃあ左の足を半歩入れたら、お尻を後ろです。この時にお尻をキューンと後ろに、後ろに引っ張ってくださいね。さあ、右の足の裏側伸ばします。つま先アップです。できるだけつま先手前に。そうです。はい、5、6、はい、つま先下ろしましょう。センター向きます。そのまま足だけ曲げて曲げて、ラスト4、3、2、 OK。 そのまま左にストップして、じゃあそのまま全部左向いちゃいましょう。アキレス腱まず伸ばしますよ。この時骨盤こっち向きじゃないよ。骨盤は全部右左。そのままちょっとプレスしましょう。アキレスふくらはぎ伸ばす。ラスト4、はい3、はい結構です。もうちょっとが下までいっちゃいましょう。はい、手をついたらその場所でプレス。さあ、1、2、3、4、5、6、7、 OK。 右の膝を床につけて、つま先リリース。はい、で両方の肘がつける人は下までいっちゃう。さあ、息止めないよ。いつも呼吸、お腹の底からふーっと入ってくださいね。OK。 じゃあ手をついて、はい、じゃあ少し膝を中に入れていきましょう。はい、じゃあこのまま全部お尻上です。はい、でそのまま体が下です。お尻キュッと上にね、上にこう引っ掛けた感じね。はい、じゃあ右の膝を半歩戻したら、お尻を後ろに引いてください。左の足の裏側を全部伸ばします。じゃあつま先アップ、つま先アップです。はい、しっかり伸ばしましょう。はい、じゃあつま先を下ろしてください。ゆっくり前に向きます。はい、じゃあもう一回内ももから伸ばす。両方の肘をももにつけましょう。そのまま軽く右と左、もう一度、はい、1、2、顔は下げずに上げて、顎を上げて呼吸をお願いしますよ。ラスト4回、4、3、はい結構です。じゃあ手をついてお尻ひっくり返しましょう。お尻がてっぺんです。お尻の裏側よく伸ばすよ。そのまま右の足首いきましょう。右の足首使ってください。左膝を曲げます。あと4、3、2、はい伸ばしてください。今度反対です。足、左足首、胸と膝を近づけたら反対の膝を曲げましょう。ラスト4、3、2、はい、じゃあ両方の足を伸ばしたら体は真ん中です。膝を曲げて背中を丸めてゆっくりローラ。
をこぎましょう。足歩きます、右足から。 OK OK。 ちょっと手の運動いきましょう。そのまま手は右上変えて反対、そうそうそう、横上上反、足踏みはちゃんとしといてくださいよ。そうそう、ラスト1回、横ピシッとピシッとピシッと、そう早く、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。あら、大丈夫でしょうか。はい、1、2、3、はい、1、2、結構シンプルですけど、足が歩いて手をやるっていうのはちょっとややこしい時があるね。はい、あと2回、ラスト OK です。足踏みだけ。はい、じゃあそのまま少し体が温まったと思います。ここでウエイトを持ってきましょう。